前回のあらすじ、魔女は生きていた。そしてハンスとは兄弟の関係。そしてベルは魔女に変な空間に飛ばされてしまった。第6章、兄弟始まります。刹那圭介です。ベルとお菓子の家。これここまで来たんはいいけどね、ちょっと前回のおさらいがてら、さっきに前回読んだこっちも読んどこうじゃないの。ヨハネス様、先日ご相談いただいた妹の変色の治療についてお返事いたします。このヨハネスってんがハンスで、まあこんな妹が変色の治療失敗しましたよ的な感じだったよな。今のところ変色に対する効果的な治療法は見つかっておりません。生まれつきの症状となれば生活習慣の見直しになる治療でも期待はできません。変色であっても妹さんが健康な状態であれば彼女の望む食事を与えることが一番良いことかと思われます。お力になれず大変申し訳ございませんという過去を持っとったっていうんがハンスのことだと分かったと。そして2つ目、髪切りが落ちている。初期の一部が崩れ落ちたようだ。なぜか崩れてここに落ちとった的な感じらしい。5日間の長旅の末、風の噂で聞いた医師をようやく探し当てた。これもここ辺の話か。確かに腕利きの医師らしく、さまざまな難病を解明し治療法を確立させてきたというつまりもうなんつうか異端児みたいな、異端児じゃないな東映となんつうか神みたいな腕を持っとう人なんやな。例えが思いつかんかったけん、そんな適当なことになってしまったけどマジで話を聞くと、何みにょ何みに、たくみ、ねたみ、どっち？わからん。お口にする者こそいても、医師の腕を疑う者は誰一人いなかった。あ、そういうことなんだ。ちょっと嫉妬する人はおるけど、下手っていう人はいませんでしたみたいな。簡単に言えばそういうこと。医師のいる病院を訪れると、運よくすぐに面談させてもらえることになった。よかったで。妹が食人病であることを明かしても真剣に最後まで話を聞いてくれた。おお、性格も医師としてすっごい高いレベルの人だったんや。人間としてもいいやな、いい人だったんじゃ。こんな医師は初めてだったなんかの CM のワードみたいやな。こんな医師は初めてだった。何々病院開業中だがそれだけだった。え？医師は帰り賃にも余るほどの大金を俺に握らせ、妹を大切にしてあげなさいと言った。は？何言っとんこれ。帰り賃ってことは、お金を大金を渡してきて大切にしてあげ、どういうこと？え、なんなん？何が言いたいん？てか治療してくれよ。何をお金くれよ。ようわか、なんなんこいつ、気違いな。あいつを救う方法はないのだと。え？マジで？腕のいい意志でも無理だって言うんだよ。俺があいつにしてやることは何もないのだと。ああ、悲しいな。悲しいけど、腕を持っとってしてもできんのだったらしょうがないな。意志を責めることはできんな。よな。そんなに食人病とか言うやつが、アウトローで、アウトローってなんだそういうひどい、治りにくい病気なんやな。これは？あ、これ、あーこれなんかループしとるだけや。ループしとるだけやないか。こっちじゃなかったんや。ちょっとまあ、下か、下やな。どこにあるんやろ。次の3枚目。あ、これなんだろう。手紙じゃないんだ。ハンスが妹に勝ったというバームクーヘンの歌い文句が書いたカードだ。なんだ、おまけ付きカードなんこれって。バーム、おまけ付きの、おまけのカードこれ。おまけ付きバームクーヘンなんじゃ。子供に人気ありそうやな。デザインなんなんだろう。仮面ライダーとかそのあたりがあるんかな。奇跡の味。一度食べたら忘れられない。若干ありきたりやな。奇跡の味。一度食べたら忘れない新発売バームクーヘン
CM ネタ多いぞ今回。さっき病院のやつあったし、病院から来てバームクーヘンって。甘いものが好きな人も嫌いな人もこのバームクーヘンを食べれば誰もが病みつき、お肉もお魚ももういらない、味の思考さえ変えてしまうバームクーヘン。すごいなバームクーヘン。ハンス、え、丸がれて、あ、ヒーズがひた、あ、なに、あいつ、あいつ、おい、ベル、ベル、なんかおるよ、ベル、ベル、ベル。どうしたの、ヒース、痛い。ベル、そのヒースの左右運動は危機を知らせる、警報器みたいなもんさ、気にするな。そして、うん、かわいい女の子、とっても美味しそう。マルガレーテ、なの、え、待って、ヒース、どこ行くの。逃げやがった、あいつ。危機を察して逃げやがった。自分の命優先しやがったぞ、ベルと。ベル助けるんじゃなかった、お前。逃げろ、逃げろ。かまってられるか。な、これ。マルガレーテの幻影に捕まらないよう、幻影なんか、これ。逃げながらヒースを追って、この空間の出口を見つけてください。ベルはシフトキーと移動キーでダッシュすることができます。あ、ダッシュできるんこれ。できるんじゃこれ。あ、ここだけかもしれんけどさ。とりあえず逃げろってことか。とりあえずヒースと同じ方向に逃げとこうか。てか、おってでかいとけん、そうなんや。ファイル3、ファイル13、記憶、逃げろ。あ、これ、ダッシュ微妙にしか、あーっ、ちょっと待って、ちょっと待って、そっちお前おらんかったんじゃなかったっけ。なんでお前回り込んできとん。あ、ヒース、ヒース。やった。早い段階で見せてきた。お、お前何しょん。お前何を、お前、俺からも逃げんでいいだろ、お前。お前、どこ行ったんだ、お前。どこ違う。ヒース、お前、チキンか。チキンかよ。目の前の敵から逃げるとか、チキンか。俺のことを守ってくれるんじゃないのか。こっちじゃない。ループしとる、ループしとる、こっちか。おっ、あー、一周回ってクンクルリンの、あー、クンクルリンしてくれない。一周回ってクンクルリン作戦してくれない。ちょっと待ってね。ちょっと一旦話し合おう。まず、本当にあなたがマルガレーテなのか聞きたいんですけど。ちょっと、私をなんでこの世界に持ってきたの？そして魔女になったのはなんで？あと、ハンスをに手をかけさないで。あなたのことが心配してるのよ、あなたは。てか、その間に、それを話して隙を作ってる間にヒース後ろからタックルしてくれ。タックルしてここに突き落としてくれ。その間に逃げようってなるのに。いやー、どうしようどうしよう。一周回ってこよう。こっちルートで。一周回ってこれば、これなんなん？なんもないな。よし。あ、ループした、ループしとったらヒースまでループしやがった。あー、ちょっと待って。ああ、ヒースにかまっとったらやられた。バーイ。だってさ、決定キーヒースの前で押したときさ、自分動けん状態やったもん。積んだわ、積んだ今の。あそこに、あんな近くにマルガレーテがおる時点でもう積んどったんやな、俺。再チャレンジ。パターンは覚えたような気がする。とりあえず、あ、ノウハウは覚えた、ノウハウは。ノウハウは覚えたんや。確かこっちだったな。よね。で、右下に逃げる。途中でどっかに降りんかったらループがどんどん続いてなるんだったな。よいしょ。あーヒースヒースヒースお前何一人で逃げとんじゃこら。三度目の正直、ヒースは今度こそ守ってくれると信じとこう。あったあったあった、そう。ここで下に降りて、こう左行ったらここにヒースがおる。
これ右に行ったように見せかけて実はこっちにおる。あ、ここでちょっと一旦まかなあかんと思うんやけど、お前何お前おるんじゃ。ヒース無視してこっちに乗り込んでくるかと思ったのに、ヒースに邪魔されとんでないかお前。で俺ヒース決定をしたらお前が迫ってくるんだろう。ちょっとおびき寄せなあかんパターンのやつや。あ、こっち来い。そうだ、こっちだ。いいぞ、こっちだぞ。よっしゃ。で、こっち側に。よっしゃ。これで一周入れ替わり作戦をしよう。一周入れ替わり作戦。よっしゃ。距離稼いで。で、ここ。おっしゃ、いい感じ。へへ、詰まってやがる。お、いいじゃん。いいじゃん。お前、あ、ちょっとお前、何お前、引き、なんでお前、引き、なんで逆の方向に行きよったのに、さっきまでと同じ方向に行ったらいいと思うんやけど、効率悪いな。あ、これこっち？どんどん下に降りていくパターンなんか？おし、いい感じ。またお前、上行きやがる。そっちなん？え、ただ上行ったって見た目しとるだけで、下行きょんかな？一応上見ておくけど、いや多分下なん、下にどんどん、わあ、あんなところある。上に行ったと見せかけてヒース下におるで、習慣移動使ってるで。ヒースお前そんな特殊能力あったん？いらんよ正直。それが重宝された時なんかあったか。ただこっちが探しにくいだけやけんな。それどこだろう。どんどん下に行った作戦じゃないんこれ。ヒース、お、ヒース、おい、ヒースマークされてるぞお前。おびき寄せろ、おびき寄せろよ。あ、いけるで。下にルートがあるけん、こう、こういう感じで行ったら、よっしゃ、いけ、よっしゃ。なんか黒い影が映っとるけど、何これ。はあ、はあ、ヒース、待って。そこから、逃げられるの？当たり前のよっちゃーん。え？え？ちょっと。え？ヒース？ヒース？どうしたん？どういう知り方それ？ヒース？え？何今の？体断裂したことない。グロいって、グロいって。編集で字幕でも字幕でないわ。ぼかさなあかんようになったんちゃう今。ヒース。わあ、おのれ。丸がれってヒースに何したんや。てか、この世界は何や、お前。俺にな、問答無用で殴られた。そして、その頃、ハンス。ここでじっとしてても仕方ない。どうすればベルを助けられる。どうすれば。あー、もう手遅れのような階段登った時に何か出てきた、何か出てきた。その答えに反応するかのように俺のところに謎の本が。マリアの日記帳か。そうか、これ妹さんのじゃなくてマリアの日記帳になるんやな。これ18歳、そろそろ高校を卒業することですよ、頃ですよ。18歳ということは読みます。ということはって、ハンス何に反応したんだろう。家を改装することにした。久しぶりに町に行ってみたら、おしゃれな建物がいっぱいあって驚いたの。生まれてくる子供のためにも綺麗な家にしておかなくちゃと思ったわ。町の大工に工事を依頼したら、あさってこの家にやってきてくれることになった。お茶とお菓子を用意しておかなくちゃ。もてなす精神がすごいね。お、もでなしってやつやな。でもさ、一つ言わせてもらっていい？序盤のお前の印象、人でなしやけんな。な、影武者とは言えぞ。改装工事が完了した。思っていたより長くかかってしまったけれど、とっても素敵な家になった。ビスケットの壁に、ん？キャンディーでできた窓。チョコレートの屋根にクリームの飾り付け。それハンスの、まあ、お菓子の家じゃないか。それハンスの家じゃないか。え、なんなん。マリアの影武者やけん、マルガレートのふりしとったんかもしれんけどさ。もうちょっといろいろややこしいな。絵本に出てくるお菓子の家そのものになった。てか、大工も大工やで。
お菓子の家建てる大工ってすごいメルヘンチックやな。顔がなんかの動物なん？クマとかそんなんなん？クマの大工さん。これからはきっと生まれてくる子供も喜ぶに違いないわ。そうやな。それはそうだと思うわ。待望の子供が生まれた。男の子と女の子の双子。かわいい私の子供たち。双子？しかも男と女の双子って、まさかな。名前は私がこの家で初めて食べたあの双子の名前をもらうことにした。やっぱりや。ヘンゼルとグレーテル。え、ってことはあれじゃない。え？マリアは、魔女ではなかったが、ハンスと、マルガレーテのお母さんだったん。つながってきたな。なんか、つながりそうじゃなかったような言葉がどんどんつながってきたな。すごいな、このゲーム。このお菓子の家で生まれたのだから、それがふさわしい。ヨハネス、マルガレーテ。私の可愛い子供たち。そんなことが。かわいい子供。あー、なんか後ろ来たってお母さんじゃ。これは魔女じゃないけん、そんなに驚くことないんかって、マルガレーテ。マルガレーテやんや。よう見たらマルガレーテって字幕書いとるわ。いや、魔女じゃない。え？マルガレーテでこんなに成長したんじゃ。生まれた時は。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那啓介の動画を見よう。刹那啓介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。